赤丸チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日もゲームです。今日はね、はい、このボードゲーム、それは俺の魚だ。可愛いゲームですね。はい、ペンギンが、まあ、魚を取っていくっていうゲームなんですけども、はい、まあこれすごい簡単で、まあ、このマス目がありますけど、この1匹2匹3匹という魚がありますけども、これをどんだけ多く動かしながらやって取っていけるかっていう、はい、で動かし方の説明としては、この面が当たってるところはどこまでも進めるんですよね、うん、はい、でもこう途中で曲がったりとか、あとこの角とかにはいけないです、うん、でプラスどこ動いたらそこを取ります、はい、でこれが自分の魚になります、うん、でこれが動いたらどんどんなくなっていくん で、うん、でここに敵がいた場合、はい、こう飛び越えはできないですよね。はい、ペンギンを飛び越えることはできないですよね、はい、でそれで今日4人じゃないですか、はい、スタッフも含めてボードゲーム最弱王は誰だです。うわ、最弱王決めるんですね。はい、ってことは勝ち抜けです。これ4人でできるんですよね。はい、ってことはじゃあ勝ち抜いていって、最後に残った人が1対1、まあ、2対1で1対1で、はい、最弱王は誰だっていう、もちろん罰ゲームもあります。はい、うん、負け抜きしかしなくなっちゃって最近。勝つぞ。でも最弱にならなかったらいいんでね。そうですよね。はい、じゃあペンギンはね4であるんで、はい、じゃあまずで一番最初は1匹のところに置かなきゃいけないんで、はい、これはどこに置くかも、まあ、重要なんですよね。了解です、はい、どこに置けばいいんだろう。じゃあ、はい、好きなとこ置いていい、好きなとこ置いていい、ね、一番最初はじゃあ端に面してなかったらダメでしょう。あ、じゃあ端にしますか。はい、はい、わかりました。ね、あんまり近づいてこことかになるとね。そうです。あ、確かにね、あれだから。じゃあみんな端にしましょう、うん、じゃあ先生が黄色で青空くんが緑。じゃあ俺これにしようかな。はい、はい、じゃんけん、最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、はい、じゃあこう、はい、じゃあどうぞ、いきます。はい、罰目、これめっちゃ面白いんでみんなやってほしいですよね。ねえ、しかもそんな高くないんでね。次俺か。いや、どこに最初どこ動かしていいかが本当わかんないんですよね。おお。先生なんか攻めてきますね。勝ちに来てますからね。もう情ないですよ。負けたくないですからね。はい。でもこれ一番にならないと抜けられないですからね。ちょっと俺の次の一手があれやな。これ考えますね。佐藤さん赤です。そうなのよ。佐藤さんまだですか？ちょっと待ってよ。これ次、ま、次の一手はもう勝負手だからね。いや、そうですね、うん。だいぶ結構追い詰められてますよ。うん、ピンチ。おお、なるほど。あんまり窮屈なことやりすぎるとボケ掘るからね。そうですね。こっち取っとこう。先生、佐藤さん潰しに行ってくださいよ。そこですか。緑がの一手がちょっと大事になってくるね。めちゃくちゃ大事ですね、ここ。俺にとっても。私にとっても。結構先生にとって、みんなにとって結構大きいですよ。はい、もうそっち、そこ、そこ、いやらしいとこ来るね。ここやな、ザ下、ちょっと待って、ほんと、待って、これは完全に、これめっちゃ難しいですから。これ一手がね、一手がめちゃくちゃ大事になる。したら、向こう行こうかな。ちょっと待って。こう行ったら。長いね。ちょっと待って。この一手めちゃくちゃ大事ですから。めちゃくちゃ大事なんです。ちょっと長いね。そしたら、もういいや。こっち行こう。チャレンジ？チャレンジング？こっち来た。
先生。うん、うん、あれちょっと緑ピンチ。これもここやろ。もうそこに気づかないでって。うわうわ。そしたら、ちょっと待って。いやでも、袴田さん、全然。いや、全然いけるんですよ。全然いいポジションにいるよ。いると思うよ、俺は。そしたら私はここだな。はい。ああ、そっち行った。ほら、もうこれで。ん？そこ、まあ、行くしかないもんね。うん。袴田さん、いいんちゃう？私意外となんか残りもらえる感が。黄色のせいで。そうなんですよ。そう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 。そうなんですよ。黄色もあっちやろ。でも大丈夫です。今から折り返すって。今から折り返してくれるんですか。いやいやいや、そこ男の戦いした方がいいでしょ。あれこれ誰ですか次。これ。はい。佐藤さんもこっちしか行ってないですからね。うん、ちょっとどこに置くかを迷ってんだよね。うん、あ、そうだ、こうだ。ここだ。うん、おぉ、うん。多いの取っといた方がいいです。したら黄色なんてこっち来たら死ぬだけなのにね。そうですね。うん。あそこ結構いいの固まってるんで。そうそうなのよ。待ってくださいね。私これ全部は取れないんですよ。こう戻ることになっちゃうので。そしたらでも追い込まれたらもう全部じゃないですか。うん、全部いけないの。こことかいけないじゃん。そう、ここはねもらえない。じゃあ私はここに行きます。はい。うわぁ。やったな、これ。先生、どっち行く？男の方行こうよ。まあでももうもらえるのはほぼ決まってる。先生、待ち行った方がもらえる。うん、そう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 。こっち来ても死ぬだけだからね。うん、うわ、頭いい。うわもうだって取れるところ行く必要ないからね。あとでゆっくり。ゆっくり、ゆっくりごちそうさまです。ただその位置抜きしたら、この動画里出しチャンネルのにいないことになりますから、ね、いえ、これは袴田チャンネルだから。それはもう、だってもう。あ、今佐藤さんやりました？そう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 。次袴田さんそしたらもう私はもうここしかないんですよ。今これは視聴者に分かるように最後までゆっくりやっていこう。そうですね。全部取らないで。すごい。頭悪いよね。はい。こっち来てたら全部こう取れたら。はい。もう、こっちがこっちしか取れなくなっちゃいました。うん。だから2個損したよ。重要だからね、最後。はい。どういくかっていうのが。うん。だからまあ、それもバカだよね。だから、だって、うん、こっち行ってたらこれ全部取れたのに、こっち来たからこれ1個取れなくなったの。いや、多分こっち来たらさっさんこっち来るんですよ。行くわけないじゃん。俺そっち行ったら、だって、あ、こっちで戻れなくなっちゃうから。戻れなくなるじゃん。そっか。うん、あ、まあでも、まあまあまあ、うん。その1個が命取りになっちゃうから。そうそう。高間さん。そしたら、え、じゃあこれ、こう見せます？うん、全部。私意外とあるの。意外とあるんだよ。そこ多いゾーンだったからね。うん、大きいですね。2とか3。2、2と3が結構あって。え、私1抜けできる？で、これでもこのまま終わりですか？はい、終わりです。そう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 。で、これを。全部ですね。で、はい、さあ、1抜けは誰だ？いや、袴田さん多いんだよ。袴田さん多いですね。佐藤さんの方が多い。いやいや、俺1とかが多いんだよ。で、もし、数が同じバッタ場合は、はい、この、これを何枚も多い方が勝ち。あ、なるほど、はい。だから12の32枚。26。僕は17です。18です。あ、ほら、1個が、1個が。それ1個が命取りになっちゃうねえ。ねえ。余裕になってくるんですよ。そうなってくるのよ。ということで、里崎1抜けー
はい、でもスタッフ2人に分かった。でもまだ俺こっからだからね。じゃあ3人で一番端っこの。いやだから1個出してんの。魚1匹のところしか無理なの。アドバンテージ取ろうとすんね。最初にちょっとでも多く取ったろうで。じゃあじゃんけん、最初はグーじゃんけん、はい、あいこでしょ。最初はグーじゃんけん、はい。あとこれ誰から始まるかも大事だからね、うん、はい。どうしようかな。やたらこっち側に多いね、多いのが、うん、この魚が魚群がいるね。はい、ちょっと今みんな慎重になってます。2回目。これ一手が命取りだからね。そうなんですよ。寄っていかへんな。目を分析しますよ、うん、私が、うん、ちょっと青空君との戦い嫌だな。でもあれで1位にならないといけないからね。2位3位じゃないから。そうなんですね。2位とかじゃ、2位でも2位じゃダメなんですよ。はい、でもまあここだな。どうしてこっからや。 あれ今どこ行きました。私こっからやで。私今ここ、あれ、あ、ここ、違う違う。欲張るね。あ、もう先生が近寄ってこないっていうね。単独行動。少ないよそっち魚。なのでもうこっち逃げます。うわー、地道攻めるね。何気にこう行って、こう行ったら、あ、そうですね。もう私、こうです。はい。そっち行くか。あ、でも俺はもうここしかいない。私は、もう、こっち全部取るにはここしかないです。全部取れ。そこか。どうします、これ分かりやすい。私こう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 、ああ、でも全部一個ずつ一個でやっちゃいます。 あ今こっちだっけ、うんうん、あとまあ全部ですね、うん、私もこうこうこうで全部です。さあ、はい、じゃあ3匹出していけば全員で。そうですね、3匹3枚3枚4枚。あ、じゃああと3匹出してください。合わせるのには。あ、なるほど、うん、はい、はい、3です。じゃあ2匹何枚あんの。1、2匹6枚3、4、9枚。5枚ってことは9枚でしょ。9です。12枚。11枚。どれ。で、あと何枚で、僕あと1です。で、1枚という。わーおー、青空くん勝ち抜け。わー、いや、あの、3いったのが勝負手だったね。あれでしたね、うん、やだ、先生と1対1。3つ差だからね。そうですね、まあそうですね、うん、うん、あれが勝負手だったね。はい、じゃあ今度は誰だ、勝つと楽いるのが。 Ladies and gentlemen、Today's my game! 最
イジャックウォー決定戦ブーあけこーな何をやらしても弱いアイエーイ袴田イエーイやそう、やそう。アウコーナー、張り切ってる割に勝負弱い。ティーチャー。イエーイ。イエスマーティン。ちょっとそれ私のギャグ。イエスマーティン。はい、言わしちゃ、言わしちゃいますよ。さあ好きなとこ行ってください。これさどこに置くかもポイントよ。最初が分かんないんだよな。俺も最初はどこに置いたらいいか分かんないんだよ。すごいね。じゃあここ。あ違う違う違う。間違えた。もうテンパってます。ここ。じゃんけん。最初はグー。じゃんけん。はい。え、どうしよう。うわー。怖い。ちょっと待って。初手からお前。初手から遅いわ。一旦ここ。ほう、そっち、ね、今のはちょっとね、名人のペンギン名人からしたらいい言っていきましたね。積極的に攻めていきましたね。イエス・マーティン。おっ、これはちょっと待ってよ。お、面白いですね。ちょっと待ってよ。ちょっとこれはそっち行く。名人からした。これどうですか。今の一手はね、よく判断しましたね、はい、ちょっとついていってたら終わってましたからね。うまい。今の一手もいい、鋭い一手を打ってきましたね。なるほど、うん、はい。ちょっと今の一手はちょっと弱気な一手でしたね。いやいや、堅実な一手です。この一手大きいと思います。うん、今の一手がね、次勝負手だね。ティーチャーの一手は大きい。ティーチャーの一手、うん、あ、確かに。ちょっと待って、ティーチャーの一手大きいですね。どこに行こうかな。うーん、なるほど。残念。やらかしました。今の一手はちょっとミステイクですね。いや、マジで焦った。待って待って、次私にちょっと待ってね。でもまだ次もありますからね。そうですね。いや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 。もうそっちだ。はい。今生き返ったね。はい。ティーチャー生き返った。ティーチャー生き返った？ティーチャー。大丈夫です、大丈夫ですよ。ペンギン王さん。大丈夫ですから、これは作戦なんですよ。ペンギン王さんどうですか。どうですかこれ。これもしロッテのピッチャーこれじゃどうします。いやちょっとノータイム。おい、お前なめんな。あ、もうそっちに行っちゃうわけね。やっぱりね、最弱王なだけあるっすよね。この決勝に来てるだけでなんかあれですよね、レベルが低い。私はもうここで、はい、で、お、これはちょっとティーチャー、はい、今あの AI コンピューターのコンピューターのウェインだった。でこれ面白いね。いやすごい。次の一手が面白いね。僕も石井采配ですから。強豪ですよ。石井采配。あ、で私こっち、うん、こっちか。そっちに逃げたか。
俺はさっきそこ行ってほしかったね、黄色が。そしたらこの3を青に取られることなかったのよ。ね、さっきもこっちにこうね、行ってたら。そう、あ、ここら辺行きたかったよな、うん、これ一つのところ。もう追い詰められ、そこやられたらまずいと思う。めっちゃ言いたいですね。うん、言いたい。はい。あとはまあ、どの手順でどういくかだね。なんかわかんないんですけど。うん、どうだろうね。これとこれです、はい、さあ最弱王はめちゃくちゃいい勝負じゃない。いい勝負。黄色何枚ですか。3枚です。あら、じゃああと6枚出さなきゃいけない。6枚。先生また2がめちゃくちゃ多くない。はい、これで一緒です。はい、次、はい、2は2は2が何枚。1,2,3,4,5,6,7枚。7枚。7枚。9です。9。ってことは、だから、ね、4枚 ?4 枚。4枚。うわぁ勝った。岩井さん、やったー。2個差。誕生日だったら、ハッピーバースとかけふー。